エリック・チゾームは、スコットランド出身のイギリスの作曲家、指揮者。チゾームはしばしば、スコットランドの忘れられた、作曲家として知られる。チゾームの電気作家によれば、彼は、ケルトの語法を形式のみならず、内容にも取り入れた、最初の作曲家であり、理解の深さと、大胆さという意味においてその功績はバルトークに、被験しうる。そのため、彼は、 マックバルトーク・マクバーティックとあだなされた。また彼はケルトバレエの創始者であり、マーガレット・モリスと共に初のスコットランドの完全なバレエ、孤独な人魚座法政権マーメイドを制作した。彼はケープタウン大学の教授、南アフリカ音楽大学の音楽監督となり、19年間、務めた。地蔵務はケープタウンに南アフリカ大学オペラ会社を設立し、 スコットランド、イングランド、南アフリカに新たなオペラを紹介するのに欠かせない役割を果たした。彼は1965年にこの世を去るまでに100を超える作品を作曲した。作風は、スコットランドの音楽に、バルトーク、ヒンデミット、風、ラの要素を取り入れたものである。エリック・チゾームは、家屋と倉庫のジョン・チゾームとその妻エリザベス・マギチー。 マクラウドの間の息子として生まれた。彼は13歳の時に健康状態が優れないことを理由にクイーンズパークスクールを退学するが、作曲に才能を見せ始めており、子供の頃に出版された作品もある。彼はピアノをスコットランド王立音楽院でフィリップ・ホルステッドにオルガンをグラスゴー大聖堂のオルガニストだったハーバート・ウォルトンに指示した。十二歳の時までには、 オルガンリサイタルを開いており、中でもキングストーンアポンハルで行ったものは重要である。ピアニストのレフ・ポーニッシュオフが彼の担当となり、指導を行った。チゾームは1927年にカナダのノバスコシア州に赴き、そこでニューグラス号のウェストミンスター長老派協会のオルガニスト、合唱指導者に任命される。また、ピックとアカデミーの音楽家の主任となった。 しばらくして、ゾームは、スコットランドに帰国して、バロニー教会のオルガニストになった。彼は小学校を卒業していなかったため、大学で学ぶことができなかった。後に妻となるダイアナ・ブロディの影響もあり、彼は、なんとか大学に、特例入学できる、よう、音楽つながりの顔の聞く友人たちに推薦状を書いてほしいと持ちかけた。1928年に、 エディンバラ大学に入学を許され、友人でもあり、かつ担当教官となった巧妙な音楽学者、サードナルド・トービーに学んだ。チゾームは1931年に音楽学士、1934年には音楽博士の学位を取った。大学在学中の1928年にスコティッシュバレエ協会を創設し、1929年にはフランシス・スコット、 パッド・シャノンといった同僚の作曲家とともに、現代音楽宣伝活動協会を設立した。また彼は1930年から1934年の間、グラスゴー・ウィークリー・ヘラルドとスコティッシュ・デイリー、エクスプレスで音楽批評の仕事もしていた。学位取得後の地蔵ムの作品は、サー・ヒュー・ロバートンの言うところの大胆かつ独創的なものであった。一方で、 ピアノ競争曲第1番 P ブロック P ブロック、還元楽のためのストラロック組曲、ストラレックスイートやソナタ、ディオバンデエグアンライオバンデーアーグでは、スコットランド的な作風を強く打ち出している。1933年に、オランダ、アムステルダムで行われたピアノ競争曲第1番の初演では、彼自身がソリストを務めた。1930年からは、グラス号大、 オペラ協会の監督に就任し、グラスゴーの王立歌劇場で1934年に、モーツァルトのイドメネオ、ベルリオーズのトロイアの人々を1935年に、ベアトリスト・ベネディクトを1936年に、それぞれ英国初演した。また、彼は、バロニーオペラ協会、スコティッシュバレー協会、職業オルガニスト組合の初代常任指揮者となり、 1938年には、ケルトバレエ団の音楽監督に任命された。音楽監督して彼は、マーガレット・モリスと共同で4つの作品を作曲した。最も有名なのは、史上初のスコットランドの完全なバレエである、孤独な人魚座法聖剣マーメイドである。シゾームは、音楽界に多くの友人がおり、作曲家では、バルトーク、ヒンデミット、ディーリアス、バックス、 メトネル、シマノフスキ、アイアランド、ブッシュである。チゾームは彼らの多くをスコットランドに招待し、その作品を紹介する演奏会を開いた。第二次世界大戦が勃発すると、チゾームは、両親から反戦を唱え、視力が悪いことと腕が湾曲しているということを、理由に従軍を拒否した。戦時中の1940年には、カール・ローザ・オペラ・カンパニーを指揮。 あとの1943年には国家娯楽工業組合に大佐として入隊して、アングロイコールポリッシュバレーを伴って1943年にイタリアに演奏旅行に赴き、1943年から1945年には東南アジア司令部の音楽監督として従軍した。彼はまず、インドで多民族オーケストラを結成したが、上官のジャック・ホーキンス大佐との不和により、 シンガポールへ転属となった。彼は移動先でシンガポール交響楽団を設立した。オーケストラのメンバーは戦争の元囚人ばかりであり、その中からチゾームはシモンゴールドベルクをリーダーに据えた。チゾームが組織したオーケストラは実に国際色豊かで東西の15カ国から団員が参加しており、半年の間にマラヤで50の公演を行った。彼は スコットランドに帰国後、フランシス・ジョージ・スコットの娘である、リリアスを5歳に迎えた。1946年、彼は、ケープタウン大学の教授、南アフリカ音楽大学の音楽監督に任命された。南アフリカ音楽大学の本拠、ストラベンホーム、エジンバラ・タットラーザ・エディンバラ・タトラー氏の地蔵ム追悼特集はこう記している。 彼の人生のハイライトは次の三つの出来事にあるだろう。一つ目は7歳の時にフレデリック・ラモンドが弾くベートーベンの月光・ソナタのピアノロールを聴いた時。二つ目はインドの音楽を知った時。最後は1947年にケープタウン大学の音楽課長の誘いを受けた時である。その年、チゾームはアフリカ音楽大学を再始動させ、そこでついには作曲家。 ステファンス・グローウェト歌手のデジレータルボットを教えることになる。エジンバラ大学をモデルとし、地蔵無は新たな職員を任用し、学科の数を増やし、学位号を新設した。目を出し始めた南アフリカの音楽家を勇気づける目的で、彼は1948年に南アフリカ国音楽出版を創設した。さらに、 イタリアのバリトンであるグレゴリを増やすコナールの助力を得て、チゾームは1951年に大学のオペラ工業会社を1954年にオペラ学校を創設した。それらに加え、1948年には国際現代音楽協会の南アフリカ支部を作り、国際的な指揮者のキャリアを追求した。南アフリカ音楽大学のオペラ工業会社は、 国家的成功を収め、ザンビアやイギリスに演奏旅行を行った。1956年冬、チゾームが夢に描いていた、南アフリカの音楽と音楽家の祭典は、ロンドンのウィグモアホールでの演奏会と、ルドルフ・スタイナー劇場でのバルトークのオペラ、青髭公の城のロンドン初演で、大きな成功を収めた。工業会社はまた、メノッティの領事館、ザ・コンシュルや、 アイルランドの作家であるメアリ・レビンの劇を元にした、チゾームのオペラ、アイルランドの女ザン・ランド・ウーマンを上演した。1952年には、シモン・ゴールド・ベルクが自作のバイオリン競争曲を、ケープタウンのバン・リー・ビーク音楽祭で初演した。チゾームのオペラ三部作、三つの鍵の、殺人マーダー・イン・スリー・キーズは1954年の、ニューヨークで6週間にわたる、 シーズン上演され、2年後には、モスクワに招かれて、モスクワフィルハーモニー管弦楽団を指揮し、自作のピアノ競奏曲、第2番インドの主題によるを演奏した。1961年には、彼の会社が、南アフリカの作曲家、ジョン・ジューベアールの初のオペラ、サイラス・マーナー・サイラス・マーナーの初演を行った。シゾームは、 南アフリカが施行していたアパルトヘイトには組みせず、社会主義的傾向を有していた。彼は、ロナルド・スティーブンソンや、友人のスコットを説得し、ケープタウン大学で演奏を行った。スティーブンソンの、パッサカリア・パッサカリアの演奏中、プログラムは、レーニンのスローガンである、平和とパンと土地に言及し、また、アフリカの流星に敬意を表していた。翌日には、 南アフリカ警察が地蔵ムの仕事とソ連との関係を疑い、彼の学科を創作した。バックスは地蔵ムをスコットランドではこれまで誰もなしえなかったほど、進歩的な作曲家と呼んだ。南アフリカ音楽大学での19年間の勤務の後、地蔵ムはさらに12作のオペラを作曲した。それらはインド、ヘブリディーズの大西洋側、新古典主義やバロック。 パイプ音楽、先生術、文学に至るほど様々なものにインスピレーションを得ている。地蔵無は61歳で心臓発作に倒れ、作品をすべてケープタウン大学に残して、この世を去った。100を超える作品を作曲したものの出版されたものは17作品で、印刷譜となったのはそのうちわずか14作品である。スコットランドの作曲家がわずかしかいないことと、 彼の作品に良質なものが多いことを考えれば、彼の音楽はもっと一般的に聴かれてしかるべきだと、地蔵を用語する者たちは言う。彼の作風は様々で興奮を呼ぶような、挑発的なものと言われるが、同時に耳障りで聴き手にとっては魅力のないものであることも多いと考えられている。そうではあるものの、ピアノと声楽のための曲などを含む多くの作品が、疎遠。 録音されている。ケープタウン大学アッパーキャンパスの園系、地蔵無は、生涯にわたってスコットランドの音楽に興味を持ち続け、1964年には収集したケルトの民謡を出版している。また彼は、チェコの音楽にも関心を持っており、死の直前に著作、レオシュ・ヤナーチェクのオペラ作品ザ・オペラ・オブ、e ・リオス・ヤナーチェクを完成させた。 彼のチェコ音楽への貢献は、1956年に、チェコ人以外の音楽家として初めて、ドボルザークメダルを授与されたことで公式に認知、されている。ケープタウン大学の原稿、公文書図書館には、地蔵務の論文や原稿がまとめて保管されている。出版符は、音楽大学図書館にあり、多くの写しが、グラスゴーのスコットランド音楽情報センターに、送られている。 彼の記念として、南アフリカ音楽大学は、彼の名を冠した、奨学金を設けており、スコティッシュ国際ピアノコンクールでは、エリック・チゾームメモリアル賞が授与されている。ジョン・パーサーが印シシチャールズ・マッケラスが序文を書いた、チゾームの電気、落ち着きのないミューズを追う、エリック・チゾーム・スコットランドの現代作曲家チェーシング、エーレストレス・ミューズ、エーリックチザム、 スコティッシュモダニストは2009年6月19日に出版された。公式な総公開はバーミンガム市大学の音楽院で2009年10月22日に夫人、娘のモラーグ、孫娘とひ孫息子の二人が出席して行われた。夫人のリリアスはクラリネット奏者のジョン・フォーブスと再婚している。近年、マレー・マクラチランが地蔵部の作品の CD 録音を 多くリリースしている。エリック・チゾームは100を優に超える作品を残している。還元楽曲が35曲、競奏曲が7曲、7曲の還元楽伴奏の合唱及び声楽作品、54曲のピアノ曲、3曲のオルガン曲、43曲の歌曲、8曲のパートソング、7曲のバレエ、9曲のオペラを含むである。彼は、 ヘンデルやモーツァルト作品の興味深い編曲もいくつか手掛けている。また、当時はまだ、ほとんど知られていなかったアルカン作曲、単調による12の練習曲をオッパス、39の第4曲から第7曲にあたる、独奏ピアノのための公共曲を、弦楽オーケストラ用に編曲している。マレー・マクラ・チランは、チゾームの作品を4つの時期に分類している。初期、 スコットランド期、新古典主義期、インド音楽期である。初期は非常に長く18歳で作曲した、ソナチナと単調の努力など10代の頃に始まり、ジョン・マクウェインからの影響が顕著である。スコットランド期は1930年代初頭に始まり、この頃の作品はスコットランドの国民的色彩に淡く色、続けられている。同時代のバルトークのように、祖先や、 故郷の音楽によって、自らのスタイルを形作りたいという作曲家の野心が感じ取れる。チゾームの、ソナチネエコセイズ、ソナチネエカセイズ、四つのエレジー、スコットランドの歌スコティッシュエアーズ、そして、ピアノ競争曲第1番 P ブロックは、バルトーク形式の不協和音、クラスター音階、そして跳ねるリズムにより、打撃的な通列さや、生命力を表現しているが、それらは、 スコットランドの民謡やリズミカルなダンスの装飾音に素材を得たものである。彼の方法論は、批評家たちが繰り返し、マクバルトークマクバーティックと呼ぶように、非常にバルトークに似通ったものである。シゾームの新古典主義機は、古代や古典期以前の渦漏れた素材に触発された作品の時期のことを言う。彼の、ソナチナ第3番は、 ジョアン・ダルザのリチェル・カーレに基づいているのが明らかで、そこにブリテン流の火星を重ね、いかにも技巧的なピアノ処方で穏やかに、不協和音の色付けをしたものである。最後のインド音楽器は、チゾームの東洋、オカルトへの愛着と、ソラブジとの友好関係を反映している。この時期の重要な作品は、ピアノ競争曲、第2番インドの主題によるや、6つの 野草曲吟遊詩人の夜の歌ナイトソング・オブザワーズである。これらの作品には、感能的なテクスチャーが綾無し、ブゾーニ造シマ島のスキネトネル、ソラブジに匹敵する超絶技巧の要求、強烈さが見られる。近年、二つのピアノ競奏曲の録音がリリースされた。AB 役中、マックが、ケルト語派に属する、ゲール語において使用される単語であることに注意。参照。 マック役中、イギリスの舞踏家。英国で最初に、イソドラダンカンの技法に賛同した。役中、1845年設立。スコットランド、グラスゴー中心部にある。役中、遅くとも12世紀までには建立されていた、ゴシック様式の大聖堂。役中、1891年、ウクライナ生まれのピアニスト、作曲家。 1920年代以降イギリスに家を持ち、主に西側で活動した。役中、ノバスコシア州、ピック島カウンティの町。役中、1816年設立のピック島のセカンダリンスクール。自由主義で無宗教の学校。AB 役中、1880年、スコットランド生まれの作曲家。ジョーダンヒル教員訓練大学の講師となり、25年。 以上務めた、役中、1906年創設のグラス号のオペラ公演会社。2000年に解散、役中、1867年会場のグラス号、カウカデンズの劇場、1541席、役中、カール・ローザンが1873年に設立、1960年に資金難から一度解散するも、1997年に、 再結成されて主にサリバンの喜劇などを上演している。役中、1939年創設。第二次世界大戦中にイギリス軍の軍人に娯楽を提供した。役中、イギリス軍東南アジア戦線の統括本部。役中、現行のシンガポール交響楽団は1979年、設立。別団体のことか。役中、ゴールドベルクの記事では、 彼の所有楽器はグアルネリであるが出典文献の間違いもしくは複数所有か役中、ゴールドベルクは囚人キャンプにおいて所有していたメイキストラディバリウスを3年半にわたって煙突の中に隠し通した。役中、タトラーはイギリスの雑誌名。1968年からカウンティごとの地方死形隊のものが出始めたことを考えると、 おそらくそのエジンバラ版と思われる。役中、スコットランドのピアニスト、作曲家、リストの最後から2番目の弟子となった。役中、1922年生まれ、南アフリカの作曲家。役中、1926年生まれ、南アフリカのオペラ、ソプラノ歌手、すでに引退している。役中、1950年初演。 反対性派の男を妻が国外へ逃がそうとするが、ついに男は捕まり妻は死んでしまう。役中、伝統的に男性優位であったアイルランドの言葉による創作活動で初めて道を切り開いた女性とされる。1996年没。役中、南アフリカ生まれ、イギリスの作曲家。主に合唱作品を手掛ける。役中、イギリスの作曲家。 ピアニスト、音楽に関する作家。ブゾーニア・グレインジャーの作品の復活に力を注ぎ、グレインジャーとは文通する中であった。役中、このパッサカリアは、おそらく DSCH によるパッサカリアである。この曲は、オスティナートの上で、ショスタコービチのイニシャルのドイツ語転写である DSCH に基づく主題を厳格に変装していくもので、 演奏には1時間15分を有する。その演奏の間に様々な企画が催されたものと考えられる。参照、パッサカリア・オン・ DSCH 役中、1942年、グラスゴー生まれ、作曲家、音楽学者、音楽師や、著作に、スコットランドの音楽、スコットランド、エスミュージックなど役中、1992年に、 ユニバーシティとなった新しい大学。1843年まで歴史を遡ることができるバーミンガム芸術大学がルーツとなる。AB 役中、1965年生まれ、イギリスのピアニスト。20世紀最後のプロムスに登場し、ガーシュウィンのラプソディンブルーを弾いた。役中、通例、最上西部を主旋律とする無伴奏、ホモフォニーの合唱曲。役中、 1868年生まれ、スコットランドの作曲家、教育者。1931年に、ナイトに著されている。役中、1508年頃に活躍した、イタリアの作曲家。生涯については未詳である。役中、バードは、ケルトの職業詩人のこと。a b エイリー・クチザム、ホームページ。2007年8月15日閲覧。A.B. ノリス。 ジェフリー、ザ・ドローン・オブ・バグ・パイプス・バルトーク、エス・ゴースト。ロンドン、ザ・テレグラフ、httpww. テレグラフ、COO、UK、カルチャー、ミュージック、クレイシカル・ミューザック、360万9661、ザ・ドローン・オブ・バグ・パイプス・バティックス、ゴースト、html2012 年8月6日閲覧。 abcdefgi, h、I、レイモンド・ホールデンチザムエイリック・ウィリアムオックスフォード・ディクショナリー・オブ・ナショナル・バイオグラフィー、2004?2007 年8月15日閲覧。オーバービューオブ・エイリック・チザム。ギャザーティア・フォース・コットランド。2007年8月15日、閲覧。abc ライト、ケン・チザム、エイリック、ザ・オペラ・オブ・リオスや・ヤナーチェク。 パーガモンプレス、Press, 2008年6月8日閲覧。チザム、フィオナ、ファイスティ・ディー・ン・ワンスバード・フロム・ユニバーシティ・エデュケーション、23、マンデー・ペーパー、h t t p w w w n e w s u c t a c t h e s l a m o n d a y p a p e r スラッシュアーカイブスラッシュ。 ID イコー千4273-2007年8月15日、閲覧。フルバイオグラフィーオブエイリックチザム。スコティッシュミュージックセンター、2007年9月28日、閲覧。アビッチリー、106、ザムシカルタイムズ、P623、J スター00274666、マクレラン、ウィリアム・マクエイド。 John, Scottish Composers, コ,コ,コンブリオ ,http コロンスラッシュスラッシュ www.erikcagisholm.com, スラッシュ pct スラッシュインデックスト php セクション id イコール42008年6月5日閲覧。my job in a ォー time.2007 年11月14日閲覧。sso story. 2012年10月27日閲覧。スコットランド s ミュージック BBC2008 年6月7日閲覧。エ A.D. クチザムソングズフォーエイヤーエイデースコティッシュミュージックセンター2008年6月8日閲覧。ザ・トゥルースアバウト・ザ・ニュー・タトラーザ・オブザーバーピアニッシモ 40A.B. ウォーカーアグネス ドクター・エイリック・チザム・アン・アプリ p ーション、a t ザエディンバラタトラー。h t t p w w w e r i k c h i s h o l m c o m スラッシュエクテスラッシュインデックス php セクション ID イコール17 2008年6月5日閲覧。ミアーズキャロリンメイジェームズチザムエーリック グローブミュージックオンライン、2008年6月5日、閲覧。ウィロビー、ガイ、エイリー・クチザム・アンド・ザ・フューチャー・オブ・サウス、アフリカン・オペラ。2007年11月14日、閲覧。コンポーザー・インタビュー、ロナルド・スティーブンソン、A、スコット・イン・イマージェント・アフリカ。2007年9月28日、閲覧。 チザムリメンバードインセンテナリーコンペティション23マンデーペーパー http コロンスラッシュスラッシュ w w w n e w s u c t a c t h e s l a m o n t a y p a p e r スラッシュアーカイブススラッシュ ID=48962007 年9月28日閲覧サザーランドコリンスコットレビューオブエイリックチザム ピアノミュージック。2007年9月28日閲覧。AB ・ジョーンズ・マイケル・ A レクチャー・ギブン・バイ・マイケル・ジョーンズ・アット・ザ・ロナルド・スティーブン・ソン・シンポジウム。2007年8月15日閲覧。パウサー・ジョン・オーバービュー・オブ・チザム。2008年6月5日閲覧。ティレル・ジョン・ヤナーチェク・ウェス・フェイト。ザ・ムシカル・タイムズ113。 三十四、三十七、ドイ、十点、二、三、零七、九十五万七千六百十九、ジェイスター、九十五万七千六百十九。スコティッシュ・インターナショナル・ピアノ・コンペティション。二千八年一月二十九日時点のオリジナルより、アーカイブ。二千七年九月二十八日閲覧。パウサー、ジョン、スコットランド、エス・ミュージック、エイ・ヒストリー・オブ・ザ・トラディショナル。 アンドクラシカルミュージックオブスコットランドフロムザーリエストタイムズズーザープレゼントデーメインストリームパブリッシング1992 ISBN1 から851584269 AB バイオグラフィーローオンチイベント2010年6月12日閲覧インベントリオブロナルド・スティーブンソン S ミューザカロジクル・コレスポンデンスナショナル・ライブラリー・オブ・スコットランド マニュースクリプツ・ディビジョン、P32、2008年6月7日閲覧。ABCDFG e ・マクラクラン、マレー、アンサング・ヒーローズ、メイキング・タイム。 ピアノンバー http コロンスラッシュスラッシュ www.erikchisholm.com スラッシュリソーシズスラッシュドックスラッシュアンサングパーセント20ヒースパーセント20マレードック2008年3月24日閲覧エイリー口ザムピアノコンチェルトス2012年10月27日閲覧ありがとうございます